こんにちは。アマゾンサポー,ターフリヒです。今日は商品仕入れのとき、まあ、ネット仕入れのコツ、それについてお伝えします。まず、大前提として Amazon は高いと。Amazon、ねえー、は高く売れるんで、えーまあ、私たち Amazon で販売して儲けてるわけなんでね、逆に仕入れも Amazon である必要はないと。まあ、逆に言うと、Amazon の場合、えー、仕入れでね、えー あまりよろしくない場合が多いということが言えます。ネットは簡単に比較できるんでね。商品名で検索して条件の良い仕入れ先から仕入れましょう。例えば、ね、これは扱いできないんで、もうね、シャンパンにしてます。アルコールでに扱えないんでね。で、シャンパンで比較すると、Amazon 仕入れだと、シャンパン、ランソン、1本5506円。 で10本買うと、えー、5万5 6 0 0円、えー。ポイントアマゾンもそういありましたね。1%だけつきます、えー。商品代金プラス送料というのでね、えー、販売してますので、基本的に1個だと、まあ、それほど高くない、ね。ですけど、まとめて買った場合はね、大抵アマゾンは高くなります。えー、どれぐらい違うかというと、例えばこれヤフーショップでね、えー、見つけたところなんですけど、 同じシャンパンです。1本4950円プラス送料。これ1本で考えると、プラス送料だとね、アマゾンとほとんど値段一緒。だったらといっんでね、アマゾンで仕入れるのもありですけど、ただ実際はポイントがね、こちらは12%つく。 さらにね、ポイントが増える日とか、えー、5のつく日とかね、ゾロ目の日とか、えー、あるいはこれありますので、そういうのを考えるともっとポイントつくんですけどね、えー、その辺やるとあんま細かくなっちゃうんで、はしょりますけど、まあ、何しろポイントが12%つきます。ですので、単純に、えー、1本から考えてもね、1割近く安いと。まあ、ポイントを無視すれば一緒ぐらいという形です。ただこれまとめてね、買ってきた時には大きくなって、10本買った場合、 49,500円。プラス送料。で、ポイントも、ね、当然10本分になると。4,167円。10本仕入れの場合、ヤフーショップだと1本あたり4,167円。Amazon だと5,506円。19%弱、Amazon より安く仕入れ可能です。これね、19%弱、この仕入れの段階で違うってことは、利益率でね、売り値で考えても10%近く違う場合も多いんで、10%ぐらいの影響を与えますんでね。 仕入れやすいとこから入れれば30%儲かったけど、ね、Amazon で全部仕入れたら20%しか儲かんないというようなことにもなりますので、はじめの1個はね、とりあえず比較してあのすぐ来るし1個だから Amazon で買っちゃうというのもありですけど、補充するときね、たくさん買うとき、これはね、ちょっと検索、商品名で検索すれば比較簡単にできますんでね、比較してこっちの方がいいのかなというのがあったらね、その条件の違法方で仕入れるようにしてください。 今日もちょっとサポートしててね、仕入れ上がっちゃいましたというんでチェックしてみたら、まあ、仕入れ、アマゾンで上がってるんですけどね、他で買うと安いという状態だったんでね、やっぱり初め、アマゾンで比較して、あるいはアマゾンで仕入れて、そのままアマゾン仕入れっていう場合多いんですけど、まあ、利益出ないな、仕入れ上がっちゃったなと思ったらね、えー、他チェックしてみれば、全然安く仕入れられるということもありますんでね。ものによっては 安すぎて、それ偽物じゃないかというのもありますけど、まあ、そういう時はね、逆に相談していただければと思います。えー、確かにね、安すぎたりね、品薄なはずのものがね、えー、バンバン手に入れた偽物の可能性あるんですけど、そうじゃないね、偽物の心配のないものについては、まあ、条件のいいところで仕入れればと思います。まあ、仕入れの相談なんか、ね、お気軽にお寄せください。Amazon ポーター、堀秀夫でした。